姉妹ともに国民的女優の広瀬すずさん。今回はそんな広瀬すずさんの面白いエピソードを50個紹介します。広瀬の本名は大石すずかといい、本名の一部であるすずを取って広瀬すずという芸名で活動しています。広瀬姉妹といえばアリスとすずとして有名ですが、実は兄もいてかなり整った顔立ちをしています。広瀬の父親は広瀬が12歳の時に脳卒中で倒れてしまい、営んでいた看板屋を閉め、一時は土地や家を手放すなど大変な生活をしていたようです。小学生の頃の広瀬の夢はスーパーのレジ打ち。小学生時代の好物はニンニクで、ニンニクの醤油漬けを毎日3粒ずつ食べていて、当時を臭かったかもしれませんと振り返っています。そんなニンニク大好き広瀬がデビューするきっかけは、姉のアリスが専属モデルを務めるセブンティーンのイベントに母親と来場した際、社長から直接声をかけられたことがきっかけでした。その時社長が広瀬にかけた一言が、じきにあなたもよだったそうです。その後社長の推薦でオーディションを受け、見事グランプリに輝きデビューを果たします。ちなみに姉のアリスも小学校6年生の時に地元のお祭りで遊んでいるところを現在の事務所からスカウトを受けています。当時広瀬は、社長は世界を支配する人なので、私が断るとお姉ちゃんの命が危ないと思い、アリスのために事務所所属を決意したそうです。後に広瀬はこの衝撃的な芸能界デビューについて、断りきれなかったと語っています。14歳の時にアリスのオーディションについていくと、広瀬が可愛いとスタッフがざわつき始め、結果姉妹2人でレギュラー出演を勝ち取ることになりました。2013年広瀬が14歳の時にドラマ「かすかな彼女」で女優デビュー。このドラマは生徒役として上白石萌歌、飯豊まりえ、山本舞香といった後に大ブレイクを果たす若手女優がたくさん出演していました。同年に「謝罪の王様」で映画デビューを果たす広瀬ですが、この映画の広瀬の出演シーンはわずかで、セリフは犬を呼ぶ一言だけでした。このドラマ初出演である「かすかな彼女」と映画初出演である「謝罪の王様」はほぼ同時期に撮影することとなり、14歳から広瀬は多忙な女優生活を送ることとなります。そのため中学卒業後は女優業に専念するために地元の静岡から上京し、通信制のあずさ第一高校に通うこととなります。2015年「学校の怪談」の主演に抜擢された広瀬。当時16歳の広瀬にとって緊張の大役でしたが、撮影現場の雰囲気がよくスキップで現場入りしていたそうです。ロッテガーナの母メモリアルイベントに登壇した広瀬は母親との関係について聞かれ、天然だけどパワフルで時々タックルもしてきて友達のように仲が良いと語っています。また広瀬はこの頃から様々なバラエティ番組に出演し、メディアへの露出が増える一方で多くの炎上を経験しています。ここからは過去に広瀬が炎上した話題を紹介していきます。2015年に VS 嵐に出演した際、大野智が34歳だと知り、もうちょっと上だと思っていたと発言。さらに40歳くらいだと思っていたと発言し、嵐ファンの不満が爆発しました。またトンネルズの皆さんのおかげでしたの人気企画食わず嫌い選手権に出演した際、テレビ局とかで働いてる照明さん見たらどう思うのと聞かれ、どうして生まれてから大人になった時に照明さんになろうと思ったんだろうと発言し、スタジオは爆笑に包まれましたが、ネットでは失礼すぎると大炎上しました。またこの発言に対してデヴィ夫人が大激怒。こんな子憎たらしいコメントを言う人が可愛いですかと広瀬の可愛さを丸ごと否定するコメントを残しています。この2つの炎上によって世間の広瀬への風当たりが強くなり、些細なことで炎上するようになってしまいます。ツイッターで自身の番組出演を告知した直後に「あ、台風気をつけてください」とツイート。すると即座にファンから「あ、ってなんだよ」と突っ込まれてしまい炎上しました。またランウェイをピンヒールで歩いただけで「あざとい」と言われ炎上したり、コインランドリー利用者に対して「家に洗濯機を買えばいいのに」と発言し炎上しています。この動画の後半では広瀬のさらなる炎上も紹介しますので、ぜひ最後まで見てください。映画「チアダン」に出演した際には、未経験のチアダンスの役を演じきるために仕事の合間を縫って1日6時間の猛練習に励みました。17歳で主演を務めた映画「ちはやふる」では自身初の長髪役を演じますが、髪の毛が伸びるスピードが追いつかなかった広瀬は無理に髪の毛を何箇所も縛り、痛みに耐えながら無理に伸ばそうとしました。さらにこの「ちはやふる」では畳に座り続け、膝の水ぶくれや青あざが絶えなくなりますが、広瀬は競技用カルタをやっている方なら当たり前と高いプロ意識を見せます。その結果、広瀬は17歳にして日本アカデミー賞優秀主演女優賞、エランドール賞を受賞します。高校生時点ですでに国民的女優だった広瀬ですが、アカデミー賞受賞式と高校の卒業式がもろかぶりしており、卒業式に10分だけ顔を出し、その足で受賞式に向かったと語っていました。
卒業式と授賞式を同時にこなすという多忙すぎる一日を過ごした広瀬は、贅沢なバタバタ感が好きでしたとコメントしています。高校卒業後は進学はせずにそのまま女優業に専念します。19歳でセブンティーンの専属モデルを卒業した広瀬ですが、モデルになりたての頃はモデルとして認めてもらうために書店に並んでいる雑誌を全て読み込み勉強していたそうです。20歳で紅白歌合戦の司会に抜擢された広瀬、アーティストの愛子の歌唱前、司会の内村光良が11年前の大ヒット曲カブトムシを歌いますと曲紹介をした直後、広瀬が私は愛子さんがデビューした年に生まれましたと発言、一瞬変な空気になってしまいました。その後内村がいきなりぶっこんだなと笑いを誘いましたが、広瀬はカンペを指差し、あそこに書いてあったのでと照れ笑いを浮かべました。ここからは広瀬の天然かつ純粋な性格が引き起こしてしまった炎上エピソードを紹介していきます。紅白歌合戦の司会の際、欅坂46を乃木坂46と言い間違えてしまい炎上。富士フィルムの CM に出演した際、広瀬自身が芸能界を引退するかのような演出に対して紛らわしいというコメントが多数寄せられ炎上しています。さらに NHK 朝ドラ夏空にて夫役の中川大志が赤ちゃんを抱く際、恐る恐る赤ちゃんを抱いている様子がツイッターにアップされました。この動画には緊張する中川を指さして笑う広瀬の姿も映っており、人様の大切な赤ちゃんを預かるのだから緊張して当然、広瀬は笑いすぎなど批判コメントが多数集まりました。しかしこれと全く同じ動画がツイッターではなくインスタグラムにアップされると、ほのぼのしてて家族みたいや微笑ましいなど肯定するコメントが集まりました。この NHK 朝ドラ夏空には夏空という名前のスレッドが立ち、毎朝放送終了後に広瀬の演技を叩くという悪質なアンチスレッドとなりました。俳優の野村周平と共演した際は、初めて友達と思わせてくれた人と語り、アンチから今までの友達に失礼じゃないというコメントであふれ返りました。さらに騙された大賞に出演した時にはモニターを見て爆笑している広瀬に対して品がないというアンチコメントが寄せられました。22歳で初めて髪型をボブにした広瀬ですが、女性誌からは似合ってないと酷評され、男性誌からダサいと言われてしまいました。そんな何をやってもアンチが反応してしまう広瀬ですが、人に見せない努力は凄まじく、最近落ち込んだことはと質問された際、自分への甘さと答えています。趣味を聞かれた際、ないと答えています。ついやってしまう癖に関しては人をガン見してしまうと答えています。また広瀬といえば姉アリスと仲がよく頻繁にインスタライブを行っています。2022年年末は姉妹2人でラーメンを食べたようで、姉のアリスが妹の鈴におごったようです。そんな仲良しの姉アリスとは2021年頃まで同居していたそうです。さらに広瀬は同い年の橋本環奈とは不仲説がたびたび浮上していましたが、現在は撮影の合間に仲良く食事をしたり談笑する姿も見られるそうです。そんな広瀬のストレス発散方法は日記で、小学校の頃から継続しており、字をできるだけ綺麗に書くことを心がけているそうです。いかがだったでしょうか。今回の動画が面白かったと思う方はチャンネル登録よろしくお願いします。